あのお父さんとしてはとっても優しいあのお父さんです。ネットワーク一番、まあ、自慢っていうか。動画の最後には前理事長校長先生から在校生へ向けたメッセージもありますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。ジェン先生のお父さんの、山野正義総長先生についてお聞きしたいと思います。総長先生はお父さんとしてどういう人なのか、そして総長先生としてどういう人なのかの2つをお聞きしたいと思います。お願いいたします。皆様に聞きたいぐらいですけど、 まず答えします。はい、あのお父さんとしてはとっても優しいあのお父さんです。みんなびっくりするほど、もう生まれてからずっと私の食べさせてくれたりとか、あのチェンジしたりとか、もうどこ行っても一緒に連れて回ったお父さんでした。あの日本に来た時は12歳の時だったかな、12歳ちょっとで、いつもいつも私たち日本語知らないから、いつもいつも私とティーナ、今副校長してるティーナと自分の母親も連れて回ってパーティーとかね。そして他の日本ではね、家族連れて行かないんですね。だからパーティーに座ってても他見ると他の家族全然いないけど、私たちしっかりと4人で揃ってるんですね。だからそれはなんか違うね、日本の文化も。総長も多分アメリカから帰ってきて、もうアメリカっていう感じだったと思う。そこからまあ18歳の時、その山野を継ぎなさいって総長と、まあ、初代総長と山野愛子先生が言われた時に、まあ、皆さんも本読んでると思いますけど、あの時は総長が一番先にあのサポート入って、そして今度はボディーガードみたいな感じで、はい、いつも初代校長と一緒に勉強会とか出張とか全部、大体私荷物持って回ってたんですけど、技術も日本語も分かんなくて、それでいつもうちにいれば総長がチラリと通ってるんですよ。大丈夫かな、あのでもすごいなんかガーディアンエンジョルみたいにいつもぐる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 遠くから見ていただいた。そして何やっても本当に褒めていただいた。今でもそう。だから保護者の皆様に話すときは、皆様ぜひぜひご指定を褒めてくださいっていうときには、自分はすごい娘2人褒めていただいた、それで今日まである。日本の場合はうちの者が何もできないとか悪いことを多く言う家族がいるんですね。そして良くても自慢しちゃいけないから、それがあるんですね、できない。だけどそれはやっぱり傷があるので、褒めるによって自分が何もできないのにそれできるようにしなきゃっていう気持ちが湧いてくるんですね。だから皆様も周り、これからの病気業界の皆様は、昔はね蹴らして怒ってそういうのがあったんですけど、私は自分自身はそうやってやりたくない。だから周りはそんなにガンガン怒ったりとか、人の前に恥ずかしいことは絶対しない。あのやられたことありますよ、ステージの上で1000人の学生がいて、そして初代校長のヘルプをしながらピンを一つずつ一生懸命渡してるけど早いんですよ。そしてたまたま2つくっついちゃったんですよ。それで怒っちゃってパーンってもうピンを全部手から叩かれて、プワーンってステージで、学生1000人以上山のホールにいましたよ。だけどおう息して、いやこれは最後かな、私これでアメリカ帰りたいなと思ったけど、その瞬間で総長がいつも見守って大事にしててくれたから、我慢して拾ってもう一回、はいはい、うん、だからそれだったらゆっくりでもいいから、もうしょうがない、もう待ってもらうしかない、一個ずつが。だから私ものヘルプが3枚でも間違えても絶対ステージで起こりませんね。後で注意はいいんですけど、だから若い皆様の注意しなければいけない時は叱っていいですよ。だけどできるだけみんなの前じゃなくて、やっぱり皆様プライドを持って育っていきたいなと思ってるんです、うん、そうやって総長が本当に皆様の保護者に言ってるこ
ことはご自分でやってきたことですので、ぜひこの皆様も周りを褒めてあげてください。はい、はい、ありがとうございます。山の美容専門学校とそれ以外の美容専門学校の大きな違いは先生にとって何だと思いますか？そうですね、山なんですよ最近それを言ってますけどね。いや、大きい違いはやっぱり先ほど人数っていうことで、そのネットワーク一番、まあ、自慢っていうかね、誇りを持ってます。卒業生も在校生もこのネットワークがあるからこそ、普段と違った経験と普段違った皆様と仕事をお会いできるチャンスがあります。今はそしてこれから見て4年後90周年に向けて、最近のプロジェクトは YouTube のプロジェクト、まあ、皆様 Instagram をやること、そして今度 Super Video というプロジェクトもこれがありますからこそ、普段私でも会えない人たちが会ってます。ちょうどフィルムとかね、その世界メイクアップアーティストとか、本当にこの間学生が皆様にとっては感動的な動きをしてくださったから、この間あの富澤昇先生もやっぱりこの学校に入って、なんか学生卒業生、自分アシスタントを探してますから誰かいませんかって、なんかつながり、このネットワークがあるからこそ次から次から行くんですね。前はフォックステレビのワーキングデッドとかゾンビのこととか、キャッメンとか、レジデントイーヴルとか、今はこのスーパービドっていうのがありますけど、それがあるからこそ私たちのネットワークがガン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 広がってるんですね。山の学生を声をかけたいっていう話がすごい広がってます。だから皆様が就職につながりますし、いろんな面でそれぞれの卒業生プラスその周りの知り合いとお友達と、このネットワークは本当に山名の宝物だと思う。もう卒業してもさよならじゃないですよ。これはそのうち大きなネットワークの家族の一人ですので、こうやってまた戻ってきたり、プロジェクトやったり、ボール使いたい、部屋使いたいって言ったら声かけてください。はい、ありがとうございます。はい、ジェン先生はたくさんのお友達がいらっしゃると思うんですけれども、その中でもやっぱり有名な方、有名人の方がお友達でいらっしゃると思うんですけど、どのようにしてその有名な方と出会われたのか教えてください。そうですね、まあ、何人かもう高校の時代からまあ、お友達でいましたけれども、途中はその仕事をやりながら、実は、まあ、早見さんはもうずっと高校の時から一緒だったので、でも、まあ、平原彩香さんは桂由美先生のショーがありまして、そして私は着物の担当ヘアメイク、それでそこで出会った、そこで仲良くなっちゃったんですね。やっぱりなんていうのかな、わざわざもう作りましょうっていうよりは、まあ、ファミリーを大切にしてる人たちにすごい、なんていうのかな、集まるのかな、それで、あ、友達に まあ、なったっていうか、自然にそうなるんですよね。そしてお互い声掛け合いして、いろんな面でサポートしながら、まあ、友達、皆様と同じようですよ。周りにいる、会う会わない、いろんな人います。娘にも言ってますけど、やっぱりいろんな友達がいた方がいいんですよ。まあ、結婚もそうですけど、You have to work。頑張らないといけない。自然に生まれてこない。お互いにサポートし合うことによって、友達になるのかなっていうのがあるんですね。だから、クラスメイトを見ながら、その困ってる人がいれば、ちょっと声かけてあげる。普段は話さない子は、急に友達になるかもしれない。これは分かりません。だけど私はそんなにたくさんの友達はいないんですけど、その友達とファミリーの中からまたネットワークがしてる人がしてる人で、どん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 広がっていくんですね。だから今からね、新しいのと昔の友達も大切にしながらっていうことは大事です。自分のためにもすごい大事です。その学生時代の頃からの友人ってやっぱり大切ですよ。そうですね、もうまだ何も分からない自分から一緒に
いろんなものを超えながら来たんですので、私は実はアメリカンスクールだったから残念ながら人が出入りが多かった。だから本当にいいお友達になったのにすぐどっかに行っちゃう。そしてあの頃はインターネットとかね、電話とかすごい高かったの。電話もう手紙しかなくて、それで大体もうあんまり仲良くできなくなっちゃうんですね、海外行ってしまうと。だからこそ私の娘は日本の学校に入れて、まあ、幼稚園からずっと続けていくっていうことは、まあ、あそこでだったらみんな大体一緒になって、いいお友達が作れるかなと思って、それのためにインターをやめたんですね。今はちょっと切り替えてインターに入った理由は、やっぱりその考え方とか、これすぐダメとかノーっていうんじゃなくて、もうちょっと自分を責任を持って自分が考えられる力を欲しいと思って。山野はある程度それを少しずつ取り入れてるんですけど、皆様日本の学校から上がってきちゃってるから、なかなかガンって入れちゃうとちょっとうまくいかなかったんですね。だからそれ少しずついろんな面でこういう自分の責任を持って、あとアーティストとして自分のアイディアとか意見とその箱以外のこと、ルール以外のところに考えてほしいんですね。だから何言われてもこれできますかって、まずどうやってできるのかっていうのを考えること。すぐできないって言わずにどうやってできるのかっていうのは考えさせた方がベスト。それが少しずつ山野の学生にもやってほしいなと思ってます。頑張りますありがとうございました、はい、ありがとうございます。それでは本日は、たくさんの質問を答えていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後にカメラに向かって、はい、山野美容専門学校の学生に一言メッセージをお願いいたします。はい、山野の学生の皆様こんにちは。 Remember 出席就職Be kind お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、この YouTube のインタビューを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかったです。ありがとうございましたはい、ということで全校長先生のインタビュー動画最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。いやー、とてもいろんな話を聞けてよかったですね。本当によかったです。やっぱりこういったインタビュー企画をするのは自分たちにとっては初めての経験だったので、分からないことがたくさんあったのですけれども、全校長先生をはじめ多くの先生方にサポートしていただき無事成功することができました。できましたね。これからもたくさんのことに挑戦していきたいと思います。思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。